どうもなおちんです。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日はこのキャラクターを育ててみました。使っていきましょう。リリースですね。耐性ですけども、物理と雷と呪殺、これを半減、そして衝撃吸収となってまして、まあ結構いい耐性かなと思います。で、ステータスですけども、力と体力と運、これを999まで上げておりまして、万能属性で攻撃できるような感じにしております。で、ユニークスキルが気になるところ。アクティブにいる間、味方のジョマは受けるダメージが減少するですね。どれぐらい減少するんでしょう ?30% とかだったらかなりいいんですけどね。これを測ってみたいと思います。で、スキル。まずはこれ。専用スキルの母なる土壌ですね。味方全体に、物理無効。これなかなかいいんじゃないですか。で、能力低下を、消す効果っていうのもあります。で、思考の魔弾、ラスタキャンディ。で、プレロマ2つに皆殺しに奈落。で、浜が弱点だったので、浜反射をつけております。まあ、こんな感じで、とりあえず行ってみましょう。それではどれぐらいダメージを受けるのか測ってみましょう。ここでいきます。でエイシェトとナーマですけども全く上げておりません。なのでもろにダメージを受けることでしょう。大丈夫かな、やられはしないかな。まあ多分、全体攻撃もしくは思考の魔弾打ってくればいいけどな。挑発でも入れときゃよかったな。まあいいや、とりあえずお願い。お、来た。まあ大体これぐらいですね。これぐらいのダメージを受けます。はい、では続いて、リリスを入れてどれぐらい軽減されるのかを見ていきましょう。それではリリス込みですね。リリス込みでまたやってくれ。ナイス。あー、これぐらいですね。なるほど。確認してみたところ、10% ですね。軽減率は 10%。10% はちょっと低いんだよな。あんまり使えないかなと思ったんですけども、主人公で、これを使えばどうだろう。カンナビの守り。これも同じく、味方全体に、火ダメ軽減効果を与えるんですよね。これと合わせて、まあ、重複するかどうかですよね。で、どれぐらい軽減するのか、それをちょっと見てみたい。今入っておりますし、リリスもいますね。 OK、 来い。お、これ主人公の技の効果すごくないですか。30% ダメージ軽減しましたよ。うん、リリスと合わせて 40% 軽減。あ、40% だったらなかなかいいんじゃないですか。いや、もしくは、重複したらすごい効果になったとか。いや、そんなことないな。うん、まあちょっとリリス抜いて、主人公の技だけちょっと入れてみようか。うん、リリスを抜いて、ちゃんと 30% 効果あるか、それちょっと見たいな。リリスの効果は 10% だったけども、主人公のはどうでしょう。いや、これ 30% 軽減ってなかなかだね。本当に。OK。で、これで、ガードもしてませんからね。受けてみましょう。ほんと 30%？ はい、違う。あ、来た。あ、やっぱりだ。やっぱりだ。なるほどね。主人公の技の効果が高すぎるんだな。まあまあ、そうか。アクティブとパッシブで、そこは違うよね。うん。リリスはもうパッシブで 10% 必ず軽減してくれて、主人公はアクティブスキルで、使わないと 30% 軽減しない。はあ、なるほど。これなんか意外と、使い道があるような気がしますね。でもって専用スキルの母なる土壌はこんな感じです。母なる大地よ。かっこいい。で、物理無効だよね。だから、あ、そうね、使えるとこ使えるぞ。物理無効、あ、これ使えるとこ相当使えそうですよね。おう、いや、まさかどはどうかな。まさかどとか、あとひとしゅらとかなんかすごい使える気がするんですけども、そして思考のマダンでもしっかりダメージを与えることができます。はい。ということで今日はリリスを使っていきました。ユニークスキルのジョマの統率。これですけども、受けるダメージが 10% 軽減します。まあ、10% ではありますけども、使えるところでは使えるのではないでしょうか。うん。まあ、ジョマである必要はあるんですけどね。まあ、そのパーティーを作ってみるっていうのも面白いかもしれません。そして、専用スキルの母なる土壌。これも、場所によってはすごい使えると思うんですよね。まあ、それもちょっと今後やっていこうと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。